俺は文学部1年の石川、出身は石川の福井、石川ではない福井で、大学進学した理由は、言語学を勉強したいから、そして、このサークル、フットサルやろうと思った理由は、小中からのサッカー経験や、そして俺はここのサークルで、スポーツだけではなくレクリエーションも楽しんでいこうと思ってはいる。飲み会全部参加、そしてあるいは遠足などのイベントも積極的に参加する所存。いや、そして俺はこのサークルから友達をたくさん作り、4年間充実したものにしていきたいと思っている。そして俺は今ここで新たに言っておきたい。みんな誤解してると思うが、俺は別にラップはしていない。俺はもともとこういう喋り方の人間。イエー。そして俺のこのイエーは口癖。申し訳ない。非常にラップっぽく聞こえるかもしれないが、よく聞いてほしい。一つも韻を踏んでいない。たまたまこういう喋り方の人間。なぜ自分がこうなってしまうのか不明。俺は自分のこと疎んでいる。だからこの喋り方の原因を突き止めるために勉強したい言語学。俺は体言止めが多いだけ。別にラップはしていない。だから誤解しないでほしい。いえ、申し訳ない。このイエーがまどろっこしいのは俺もわかってる。でも俺はラップをしていない。そんな目で見るな。ラップが流行り出してから俺は狂った。俺の人生は変わってしまった。あちこちで挑まれるフリースタイル。でも俺はラップをしていない。だから負け続けた。俺は別に韻を踏まない。そして相手もディスらない。性根が優しい性格だから俺はどうしようもない。フリースタイルゼロ症の男。そんな俺を助けてくれる希望の光は言語学。俺がなんでこうなったか知りたい。俺はラップはしていない。3年間、4年間、5年間、6年間、みんなそれぞれ一緒にいられる時間違うと思う。それでもみんなと仲良くしたいと思ってる。よろしく。ズーン。今のズーンはふざけた。